その昔、この広い北海道は私たちの先祖の自由の天地でありました。教育受けることも許されんのですか。私たちの命って。あなたの言葉で書くべきだ。よーい、アクション。こんにちは、清水美沙です。金田静を演じました。この映画を通してですね、私は前からあのアイヌという民族にすごく興味があって、なぜアイヌの映画ができないんだろうってずっと小さい頃から思ってまして、その中であのこういうお話が来て、もう何があってもぜひやりたいというふうにもう嬉しくて嬉しくて現場に入りました。狭いところですが、自分の家と思ってくつろいでくださいね。テルさん、頑張ってくれてますね。私の、役はちょっと客観的に本当のアイヌの人たちの生活に触れることなく、アイヌの心をね感じ取る役なんですけれども、自分の中でとにかくアイヌの人とどういうふうに私はシズっていうのは接するんだろうなんていうふうに考えながら演じました。撮影はねまだまだこれから前半部分をまだ撮ってないっていうこともありまして、話を聞くのは本当にまあ、数少ないんですけれども、ただこういうふうにアイヌの作品に関わることができて本当に幸せです。私もね一言ぐらいねアイヌ語を喋ったシーンが欲しいなと思ったぐらいで、残念ながらそれはないんですけれども、まあでも静かに名前と一緒に静かにアイヌを見守る女性を演じています。皆さんに多くの方に、楽しんでいただけるようにみんな頑張っていますので、よろしくお願いします。とてもいい現場になっています。イエイ